表紙について僕が普段意識していることについてお話したいと思います。西洋音楽において、強拍、それから弱拍という考え方が、ありますけれども、僕は大きく分けて3つ存在しているというふうに考えています。まず1つ目が踏みつける拍子、そしてその踏みつける前に上に上がる拍子、そして